その調子です、ルーシー様。大地、風、気を肌で感じるのです。そして自然と一体化するように呼吸を整え、レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことはある？全ての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とかそんな物騒な話じゃなかった。それは一見簡単に手に入るようでとても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもある。お母さんは言ってた、全ての魔法は愛から始まったって。だから私は一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く、アイサー、もっともっと強く、アイアイサー。俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるんだ。見せてやるぞ。姫、大変です。バルゴ、いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう、ルーシーのせいで、ルーシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、どうか助けてください。なんだと？精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。ここの王か。お前って言った。いかにも。精霊界が滅亡の危機って？ニカ、ルーシーとその友、時の呪縛からの帰還を祝して宴じゃ。え、精霊界の滅亡って？えへ、ルーシー様たちの帰還を祝して名たちなりに考えたのです。どう？びっくりした？今回は特別よ。ふい。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう、さあ、今宵は大いに飲め、歌え、騒げや騒げ、古き友との宴じゃ。
ありがとう。みんな大好き。古き友よ、そなたには我々がついている。では古き友に星の導きの加護があらんこと。本当にお前は精霊に愛されているな。みんな最高の仲間だよ。そういえば一つ言い忘れてたことが。精霊界は人間界とは時間の流れが違うのです。まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え、終わった。ヒゲー、時間返せ。今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前ら全員覚悟を決めろ。寝る暇はないぞ。エルザの頭に鳩が、足に何かついてる。メモだ。なになに、フェアリーテイルへ。他にある壊れた吊り橋まで来い。なんだよ偉そうに。どうしますか。なんか怪しいわよ。いや、行ってみよう。行けばわかる。